あの自転車のチェーンです。あ、これボタンです。ビデオデッキのカメラの三脚の部品なんですけど、これいろんな方向に動くので、あの物を作るときなんか関節みたいなものにこういったギアとかが見栄えがもうすごくいいですよね。本当にのゲストは現代作家の西尾司さんです。では西尾さん、お話の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。西尾さんはもうすでに周南市の守備展ではこう大賞、準大賞とたくさん賞を取られていらっしゃいますけれども、なんていうか今回個展をされるということで、作風がこういうなんていうんですか、ジャンクアートというんでしょうかね。はい、はい、これは洗濯バサミですか。はい、そうです。いかにもなんかこうやって見ると動物的なというか、商品もありますけれども、はい、ああいった感じでかっこいいですね。いろいろと面白い洗濯バサミがあるので、それ集めて使っています。はい、これ見事にね、ちゃんと動物的な足があったりとか尻尾があったりとか出来上がっているので、はい、見事なもんだなと思って、これはそのいろんな種類をの洗濯バサミを試されて。はい、そうです。これが組みやすいとか形がこのなんか腕に似てるなとか。はあ、はあはあ。でこれは色はあれなんですか、なんかそういうこうよくプラモデルでウェザリングとかなんとかって言われますけど、そういうものをされてるんですか。はい、あんまりプラモデルはやらないんでちょっと下手くそですけど、はあ、はい、あ、エアブラシと筆を使って、はあ、はい、プラモデルはあんまりお作りにならないんですか。はい、小学生の頃に、はい、ロボットのプラモデルを。ああ、なるほど。そうですか。いや、私てっきりプラモデルとか、まあよく言われるんじゃないかと思いますけど、はい、映画とかああいったもののこうなんていうか影響でこういうのをお作りになるのかなと思ったんですけれども。あ、そうじゃなくて、はい、これはもう自分で考えたものです。はい、ああ、じゃあ使われる材料も、まあ例えばよくプラモデルの部品で作られる方いらっしゃいますけど、はい、それとは違うんですね。はい、はい、全部日常品を使って作ってます。はいはい、こちらをちょっと見ると、これはいかにもそのパソコンのマザーボードというか、はい、冷却ファンであるとか、はい、こういうものをあえて使われてるわけですね。はい、ゴミで出たものをあえて、はい、使って無駄のないようにしてます。そこには何かこう西尾さんなりのこだわりというのがあるんですか。そう、あえて日用品を使うとか、あえて、まあ、もうゴミとして捨てられているものを使っちゃえというような。まあ、そこまでこだわりはないですけど、はい、あえて言えばエコですね。はあ、はい、なるほど。確かによく見るとこれはあれですね、ビデオのあれが刺さるところですね。はい、
これはじゃあ元はビデオデッキ。はい、そうです。はあ、リサイクルショップ屋に行って、あの壊れたものも結構安く売ってるので、はい、それを買ってきて、あの分解して使っています。でもこうやってこう改めて見ると本当にあの、まあ、ビデオデッキってね、ただの四角い箱みたいになってますから、はい、中にはこんなものが入っていて、それがこう、ね、カラーリングされてやられるといかにも工場にこう、ね、あの怪物が現れてっていう、そういう雰囲気に見えますよね。これが市の美術展で、はい、準大賞を取った作品です。はい、あれは一見してもあの昆虫のような形に見えるんですけれども、はい、やっぱり発想のもとには昆虫とか動物とかいったものがあるんですか。はい、昆虫の形がやっぱり、はい、あの幾何学的っていうか、なんていうか、形が面白いとか、形が、はい、はい、面白いので、でそれを作ってるのはハンガーですよね。はい、あれは最初私パッと見た時にはあのなんか針金か何かをこう組み合わせてるのかな、はい、で羽を作ってる、うまく作ったなと思って近くに寄るとハンガーなので、はい、へーっと思ってですね。でまあそのさっき伺ったそのジャンクアートという、まあ本当にあえてゴミのようなものの中からああいったものを生み出しているわけですね。はい、大量にハンガーが余っていたので、はいはい、それを見ていたら、あ、これ羽の形に見えるなということで、はあはあはあ、蝶の形にしました。ああ、なるほど。あの西尾さんがこういうものを作るようになったきっかけというか、こう思いついたきっかけみたいなものがあるんですか。あの名古屋の大学にいた頃に、はいはい、あの海外の学生たちと展覧会をやったんですけど、はい、はははその時にあのからくりをテーマにした展覧会で、はい、やっぱりこういったジャンクアート的なものを、はい、みんな作ってる人が多かったので、はそれを影響を受けました。へえ、こうからくりなんかこう動かしてやろうとかいう思いもあるんですか。それはちょっとあの難しいので、はあはあはあ、今のところは考えてませんけど、将来的にもしそういうことが簡単にできるようになる技術があるんだったら試してみたいと思っています。なるほど。自分なんかもこう、ね、こういうのがあるとこう、はい、すぐこうやって血統とか言ってね50いくつのおっさんがやることかと言われそうだけどこう周りの方からの評価とかいかがですか。いや特に評価がないので、はい、何とも言えないんですけど、はい、やっぱり独特の世界ではないかなと思いますけどね、はい、まあ、それが評価されて当然その市の美術展でね、あの賞を取られたりということになるんでしょうが、はまあ、一般の方が見た時には本当にそのなんていうか子供たちとか若者は面白がるけれども、ちょっとこう年配のというか、はい、そうですね、まあ、私もあんまりその若い方じゃないですがうん、ちょっとゴミかなと思われたりしますね、はい、あ、ゴミかな、ね、そうですか、まあ、確かにゴミから作っているからあれですけどね、はい、でもこれを見た人が、あ、こんなことができるのかってやっぱり思われるといいですよね、はい、うん、こういったジャンルがあるのかと思っていただければ、はい、こちら写真はこれはあれですか、周南市の工場、はい、工場地帯の風景です。そうですか。この加工はどのようにされてるんですか。はい、スマートフォンとタブレットを普段持ち歩いていて、はいはい、気に入った風景があったらその場でスマートフォンで撮って、はい、タブレットでアナログに加工してみるというのをやっています、はい、いやだからわざとそのこのようにこう画像を荒らしてるというか、はい、は
高精細のこの時代にこうどちらかというと昔風な、はい、ね、さっきアナログという話も出ましたけど、こうジャギーがあるとか、はい、あの色が飛んでるとか、はい、あえてそういう感じで作ってるわけですね、はい、色が少ない方が綺麗だと思ったので、うん、いやこのフレームの作りもなんとなくそのかっこいいというか、はい、私なんかどちらかというとスチームパンクとかっていう言葉を思い出すんですけど、はい、そういう意識は、はい、やっぱりスチームパンクを意識してやっています。レトロな感じを出す、はい、あの出すように、はい、あ、まあ周南市っていうとどちらかというとこういうこう工場がありの、はい、こう歯車なりなんなりって身近なものだけど、まあ、でもスチームパンクという言葉もねあんまりあの耳慣れないというか、はい、そうですか、こちらはだから同じように中南市の工場地帯の写真です、はいはい、をこのようななんていうんですかね、こういうあのドット絵、ドット絵っていうんですかね、はい、ドット絵に加工してます、はあ、でも面白いですね、ここにコードがあったり、なんていうかただ単純に枠をつけたというだけじゃなくてこの周りのものがこうちゃんと絵の中に絡んでいて、はい、まあ、これも思いつきで作られたんですか？はい、そうです。はあ、ですか、スチームパンクといえばこの私なんかどうしてもその映画とかプラモデルとかっていうのがなんかあるんじゃないかと思うけど、なんか西尾さんのお話伺ってるとあんまりないみたいですね、はい、いや多分あのそういったスチームパンク的な世界普段映画とか見てるうちに無意識に影響を受けてるんでしょうけど、うん、はあ、まあでもその無意識のうちに出てくるからこそ面白いのかもしれませんね、はい、あえてこれを狙ってやろうなんて思うとねどっかで見たものと全く同じになってしまいますからね、はい、同じものになってしまうので、本当にスターウォーズ世代にとってはこういうのはとってもあのビビッとくるものがあって、それこそ先日あのお家の方にあのお家とお宅の方にあの、はい、お邪魔して見せていただいたんですが、はい、本当にあのジャンクがたくさんこう積んであって、はい、あれをだいたいこう集めてなんていうんですか、お店周りとかされるんですか？あ、ここら辺だとあんまり、はい、あのそういったお店がないので、はいはい、じゃあどこかに出張じゃないですけど出て行かれて探してこられるんですか？いや、だいたいあの日常生活から出るゴミと、はい、あとあの近くにあるジャンク屋、はい、ジャンク屋さんに行って1軒だけあるんですけど、はい、そこでだいたい集まります。うちにもたくさんこういうジャンクがあってですね、今度提供しようかななんて。ちょっと、 ありがとうございます、はい、でそれがこういうアート作品に生まれ変わると思うと、はい、とってもなんか楽しみな気もするんですが、今はじゃあその個展を開くためにそのジャンクをたくさん集めてらっしゃるような状況なんですか？はい、そうですね。はあ、で、なんていうかこう自分としてはこんなものを作ろうという設計図というか図面みたいなことをある程度考えてやってらっしゃるんですか？さっき思いつきというふうにおっしゃったですけど、設計図はないです。もう全部思いつきで、例えばなんか折りたたみ傘みたいなのがあったら、はいはい、それを中心に置いてそこからいろいろ組み立てていくみたいなことをやっています。はは、じゃあ例えばこれだったら先にこうモデルガンのようなものがあったら、はい、それについてよしこれくっつけてやろうみたいな感じで徐々にやっていく、はい、徐々にあの積み上げていく感じでやっています。はあ、ちなみにこれでどのくらいの日数かけて作られるんです？いや、これはそんなに時間かからないんで、はあ、はい、3時間ぐらいで。3時間ですよ、はい、じゃあもう本当にこれあったら思いつきで、はい、その辺にあるジャンクをこうくっつけて、はい、よし、これはここに持っていこうとか、はい、で最終的には色を塗って仕上げ、はい、こう作ろうというのをなしで、なしで、あのアドリブで身近にあった本当ゴミで出ていたものを、はい、例えばあれはハンガーですけど、はい、ちょっと祖父が亡くなって、はい、でそのあの遺品を整理していたらハンガーがたくさん出てきたので、はい、それを見ていて羽みたいだなと思ったりして組んでみたらああなった感じです。じゃあおじい様の思い出というものでもあるわけですね。そうですねは、はい、
じゃあそういうふうにこう、まあ本当はあの即興的にでもこう作っていくっていうところに、まあ面白さがあるんでしょうね。はい。で最終的にあこんなのが出来上がったって感じですか。はい、そうです。はあ。もう自分でも全く想像はつかないですね。でもそれがなんやっぱりその西尾さんの作品の面白さなんでしょうね、きっと。さっきもお話しましたが、プラモデルとか映画とかっていうとどうしてもこう作ってやろうっていうので進んでいくからどうしても堅苦しかったり、そのこうアドリブ感がないっていうんですかね、こっちにつけて面白くなきゃ、こっちつけてやろうかみたいなですね。はい、そんな感じでやってます。あ、なるほど。じゃあまあ当面どうしてもその工房というかアトリエの中はそのジャンクがたくさんこう置かれていて、それをこれを取ってこういう風にっていう感じになっちゃうわけですね。そうです。どうしてもちょっと散らかってしまって、はあ、はい、やっぱりこういうものっていうか、まあ、ものづくりっていうのが面白いなって思うのはもう小さい頃からそうだったんですか。はい、そうですね。あ、じゃあもう小中学校の頃から何か作るっていうのは比較的好きだった。はい。あ、それで今はこういう作風ですっていうことですね。はい。じゃ逆に言えば将来的にはこういうものにあんまりこだわるっていう気持ちもないですか。ないです。その時にもう一番面白いものを形にしていければと思っています。うーん。例えば将来こんなんやってみようとか今思ってることとか終わりなんですか。本当ワークショップとか開いて、はいはい、いろんな人の形を、自分だけじゃなくていろんな人の形のものを見ていきたいっていうのは思っています。うん、はあはあ。じゃあそのさっきの洗濯バサミの分で言うと、小学校の1年生がやってきて作り出して何作るかっていうことに興味があるわけですね。はい、そうです。あの子あんなことやってるとか思ったらよし、いただきいただきって感じで、そこまでは考えてないですけど。はい。でも確かに私も教員やってるのでよくわかるんですけど、はい、思いもしないもの確かに作りますね。で例えばお姉さんたちが作るとそれにマニキュア塗ったりしてからなんか違ったこうおしゃれなものが出来上がったりね。はい、そういうことを今考えてらっしゃるわけですね。まあ、今それこそ市の美術展とか県の美術展とかに出してらっしゃいますけど、将来こう狙っているような展覧会とかあるんですか。コンテストとか。宇部のビエンナーレを、ええ、はい、ちょっと考えてるんですけど。ああ。ちょっとなんかやっぱり自分はこういうアドリブ的なものを作ってしまうので。ああ、なるほどね。あれは難しいと。そうですね。はい、模型を先に作って、はい、それの審査がありますからね。はい、でも逆に言えばそのアドリブで作ったものの審査で通ったものが、例えばあの作品がさらに10メートルぐらいのものになってドーンとその医学部の前にこう置いてあったりすると、それはちょっと圧巻ですね。はい、いやぜひそういうのをこう狙っていただくと。ついでに周南市の工場の中にもたくさん並ぶと面白いですね。